吉田さん、単純なことなんですけども、山口陸セミナーで私が思ったのは、あ、こういう動画でも売れるんだってことなんですよね。まあそれまでも VHS とかのビデオで映像を買ったことあるんですよね。で、映像の中身に喜怒哀楽があり、そこに価格がついているっていうものが商品ですから、ビジネスでワクワクしてもらうのも、お笑いでワクワクしてもらうのも、プロモーションビデオとか、それから萬田銀次郎とか、さまざまなコンテンツ、まさに形がないものですから、なんかね、ためになることとか、情報によって発見や気づきがあるものとか、夢や希望が持てるものっていうのは全部お金になるんだろうなと。逆になんか悲しい物語でも、なんか悲しい気持ちになりたい時に見るみたいなのありますからね。しまいにあれでしょ、なんか物を食べてるところの動画とかが売れたりとかしてたわけですよ。あと菓子パンの袋を開けるところを無言で撮影みたいなね。だから何にどんな趣向があるのかってことは、本当なんか無数にあるんで、例えば映像を売ろうと思った時にね、若い女の子が水着でなんか海辺を走ってるところしか売れないのかって、そんなことなくて、おじさんがなんかそれもそれっぽいこと喋ってるわけ、それでもいいわけなんですよね。で、それがなんか山口陸セミナーで、あ、この映像売れるんだって感じでね、じゃあカメラで何がしかの動画を撮影して、それに価格をつけて、内容に文句がなければ繰り返せるじゃんっていうので、セルフバックを動画に撮るみたいなことにもなったわけですよね。それからサポートも動画で無料でお付けするみたいなことをすると、何よりものサービスだろうなと思ったんですよ。特に当時はオリジナルの動画ってのがまだね、飢えていた時代ですよね。動画を撮るのが本当にすごい大したことみたいに思われてて、まあ今でも一部そうなのかもしれませんけども、まあ TikTok とかね、なんかショート動画とか今ありますからね、動画を撮るのは別に当たり前になってきたのかもしれませんけども、要するに歌が上手な人がめったにいなかった昔と、カラオケが普及してきて、その歌の上手なやつは結構いるよねみたいな時代ぐらいのもんですから、動画結構みんな面白いの撮ってるよね、なんかいろいろ気づきありましたよね。とにかく私の収入源の柱は撮影した動画になったってことですよ。非常にだからやりやすいですよ。私はもう顔出しでタレントみたいなことするのも、編集して映画監督みたいなことするのも、まあ、好きですからね、時代が変わって、いや、よかった、いってらっしゃい。